わ、なんか怪しいの来たんだけど、何、プロレスラー？早く早くロイヤルドーム行きたいろと。めっちゃせかされる。あっこか。あ、なんかヤドンおるよ、ヤドン。女の子と。ドーン。なんこれ、なんか鼻めっちゃキラキラ光る。あ、びっくりした。薄桃の蜜を見つけた。へぇ。え、これってあれじゃない？なんかあの、踊り鳥がなんか変わるんじゃない？蜜で違う？あのね、私たちこう見えてもバトルロイヤルで勝ったことあるの。え、すげえやん。いいな、私も勝ちたい。踊り鳥が蜜をついばむ姿ってとても愛らしいの。技のツイロームだと相手の木の実食べちゃうのにね。あ、やっぱり踊り鳥関係する？あ、こっちもキラキラしよる。イエーイ。これって何？踊り鳥に使えばいいってこと？それは関係ないんか。使うわけではないんかな。キャプテン真央ちゃんは素敵なコックさん。特にスペシャルメニューは胃袋をえぐるわよ。えぐる？それはどうなの？あ、ここ、あれやない？マラサダの店やん。なんかこの辺何かしら。やっぱり？不思議な飴を見つけた。絶対なんかあると思ったよ。ここ怪しすぎるやろ。なんとなく。この辺もなんかありそうやけど、なんもないんかな。ああいうアイテムはあれかな？誰やった？ムーランドで見つけれるってことかな。お得な掲示板。ポケモンが進化しそうなとき B ボタンを押すと、驚いて進化をやめます。これを進化キャンセルと言います。もうすでに私はやっているよ。お、カエリキー。お、グラジオが。やはり何かあればロイヤルドームに来てしまうよな。行くぞ、ヌル。俺たちの孤独を埋めよう。何何何？一人ごとじゃないよね。ポケモンと話しようか。ドキドキロトロト。かいかーい。あ、これや。さっき見えとった風船。いいな、欲しいね。ロイヤルアベニュー、バトルロイヤルの聖地。こっちの方とかもなんか詳しく言ったら何かありそう。人が捨てたゴミを食べるポケモンもおる。何が大事かは、あ、聞いたやつやった。こっちの方行ってんの何かありそうじゃなくて街の入り口だった。釣り竿を手に入れると運命を探したくなる。道具一つで人は変わってしまうの。人は変わってしまうのって言われても何、おじさんだよね。あ、なんかめっちゃ喜びよるけど。わーい、トレーナーさんもバトルロイヤルするの。バトルロイヤル。飛び出すポケモンがいないか確かめての安全運転です。大変やね、子供だけじゃなくてポケモンまで。ふふん。あ、なんか催眠術かけられそう。あ、スーパーや、スーパー。モンスターボールの投げ方に性格が出るんですって。私はどんな感じやろ。図鑑で捕まえたポケモンの QR コードを見られるのよね。え、それで何？どうなるん？相手にポケモンを渡せるとかそういうこと？キュア。ほんとみんなポケモンと一緒におるんやね。いいね、いいね、なんか、ポケモンの世界、ん？スカルダンじゃね？スクワット0回やりました。やってねえじゃん、それ。ポケモンだって特性、根性を決めたら、状態以上で攻撃が 1.5 倍なのにさ。ほんとよ、根性を決めなよ。カカー。スカルダンじゃないの？あれかな、普通に。あ、なんか落ちとる。ああいう目に見えて落ちとるものは拾っていきたいよね。お、不思議な生き物が自軽でキューブに吸い込まれた。不思議な生き物って一体何なんやろ。とりあえず集めていくけどさ。よし。イエーイ。え、それだけ？ロイヤル、ロイヤル、ロイヤルドームで渡るロイヤル。あ、すげえ、ちゃんと人が出てきたり入ったりしよる。元気？元気ですけど、あなたは誰でしょうか。おー、なんかすげえね。誰かの攻撃を食らって弱っているポケモンを着実に倒していこう。これあれよね、なんかこうやって話しよりやん、二人が。そこにこう近づいてったら二人ともこういう風に、二人ともじゃねえな。なんかさ、こっちに話しかけたら、こっちにおる人も人じゃないけどこれ。向いてくれるのってなんかすごいよね。なんか本物ってか、本物の人みたいな感じやん。実際の。みんなから狙われるのは強いトレーナーの証っす。かといって守ってばかりでも勝てないのがバトルロイヤルです。これはバトルロイヤルに挑戦する感じかな。受付のお姉さんがいっぱい。よくぞ来た。誰？うわ、なんか怪しいの来たんだけど、何、プロレスラー？我こそはバトルロイヤルの伝道師。その名もロイヤルマスク。
はあ、誰？ロイヤルマスク、うん、聞いたけど。え、博士なの？さっきの。アローラに古くから伝わるポケモン勝負のスタイル、バトルロイヤルを教えるぜ。バトルロイヤルとは、4人のポケモントレーナーがそれぞれ3匹ずつポケモンを繰り出す。で、なんか上の方で手振り寄る人らおるんやけど、何あれ。ポケモン勝負。誰かが戦えなくなった時、倒したポケモンの数、そして残りのポケモンが多いトレーナーが勝利者となる。はぁ、あ。何この間は。まずはお試しだ。1匹ずつポケモンを出してやってみよう。わぁ、ロイヤルマスク。俺も試合したい。あ、ロイヤルマスクに手振りよね、みんな。え、あれが博士なんかどうなんかが気になるんやけど。よーし、じゃあそこの君、そして僕も交えての4人で勝負するぜ。ゲゲー。さあ、何でも発見体験大冒険ポケモンバトルロイヤル、レディーファイト。おー、すげえ、もう始まるんか。ハウが急いで入ってた。早いな。ここはロイヤルドーム、バトルロイヤル満員となったスタジアムは熱気に包まれています。すげえ、なんか入り口がすごいね、かっこいいね。さあ、これから選手の登場となります。緑コーナー、アイナは激光が送り出した。私緑コーナーやって、あれなんやった、ギガンテスやっけ。全然違う、ギガンテスってドラクエやん。あ、ほら博士だわ。このタイプ塗るっていうのがよくわからんねえけど。それではバトルスタートです。あれ、ギガンテスじゃなくて何やったっけ。なんかそんな感じの名前じゃなかった、あの緑のポケモン。月光川。とりあえず水手裏剣やって、水手裏剣を、え、言わん、あ、そっかそっか、言わんこにも効果抜群か。じゃあとりあえずヤヒート倒しとくよ。いけー。ごめんね、早速効果は抜群だ。よし、じゃあ次は私イワンコを狙っていきます。そして絆変化。あ、あれや、バンギラスやっけ。ヨーギラスからのバンギラスじゃなかった、なんかそんな感じ。ギガンテス全然違うやん。お、試合終了。何、みんな行動した。どうだい、バトルロイヤルは手軽に楽しめるし、何より強い相手に勝てるチャンスもあっていいだろ。え、よくわからんかったんやけど。燃えるような試合だった。次は俺の試合で燃えてく、ん？俺の試練で燃えてください。誰？キャプテン？すげえ、燃えるような髪型や。炎のキャプテン、カキです。7番道路から行ける、ベラ火山公園。その頂上で待ってます。島巡りをやり遂げるなら、最高の仲間と登ってこい。あ、なんか暑いんだかクールなんだかよくわからない。アユナ、ハウ、君たち試練はどうだい？ポケモンと力を合わせ、エンジョイするといいぜ。ロイヤルマスク、どうして俺たちが試練をこなしているの知ってるのかな？って、ああ、島巡りの証か。違うよ、ハウ。俺は、ポケモン勝負楽しんでるよ。君はなんでバトルロイヤルしてるの？おう、無視。そのポーズはいらないな。俺と塗るだけで生きていく。それを忘れないためだ。もう二人の時点で孤独じゃないよね。しんどそう。みんな仲良くする方が絶対楽しいし、すごいことができるのにな。なんだかよくわからないけど、なんだかすごく面白かった。だから、バトルロイヤルしてる。ポケモンも嬉しそうだし。そっかそっか。ベラ火山公園には7番道路から行くんだろうと。あ、ハウまだここにおったんや。なんだかよくわからないけど、なんだかすごく面白かった。同じセリフだった。でもちょっとバカっぽいよ、ハウ。すげえな、なんか楽しそうね。ばあちゃん、ロイヤルマスクのマスク買ってよ。人気者なのか。誰が味方かわからんのがバトルロイヤルの良さなのよ。なるほど。新しいグッズを売るためにレスラーやアイドルってコスチュームを新調するのかしら。どうやろうね。あ、すげえ、アイテムあるやん、いっぱい。あれ、バトル、なんやっけ、ロイヤルマスクのアイテムってことかな。黒衣博士から教わったの。全体を攻撃する技。葉っぱカッターやエアカッターって、バトルロイヤルでは威力が下がるんだって。
へえ、なんかそういう特別仕様になっとるってことか。お、なんかさっきと違う人。元気？あれ？同じ人かな？向こうから歩いてくるとき女の人に見えたんやけど、男か。ごつかったよね。ナダバンドールとこっちかな。なんかなんかこの辺。この辺なんか落ちてそうよね。なんとなく。お、なんか裏道。お、ほらほらほら。アユナはマックスアップを見つけた。やっぱりこういうね、裏道に入ってったら何かしらあるんだ。そしてなんかお姉さん。左手首に輝く Z リング。憧れのアイテムだよね。持ってる人尊敬しちゃう。ありがとう。尊敬してして。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。